2周年記念フェス発表。はい、ありがとうございます。久しぶりです。というわけでね、なんとね、このタイミングかって感じなんですけども、7月19日金曜日、本日なんと最終フェスかどうかわからないんですけども、グランドフェスティバルというね、2周年記念フェスの詳細が発表されました。というわけで見ていきましょう。スプラトゥーン3発売から間もなく2年、いよいよ最大のフェス、グランドフェスティバルが開催される。決戦の時は9月13日金曜日午前9時から9月16日月曜祝日午前9時、72時間にわたる盛大なフェスにぜひともご参加いただきたい。ということで、こちらに告知映像が載っております。見ていきましょう。パチンと、さあ僕も見るの初めてなんですけど、どんな感じなんですか？ん？うわあ！待って、これやっぱさ、こうや、荒れ地でやってるよね。やっぱあの、新しい街みたいな、新しいホームタウンでやるみたいな、ことですよね。で、え？塩辛節だね、これ。え、塩辛節歌うの？衣装もすごいし。あ、テンタクルズはテンタクルズの曲ってこと？え、で、これマジで。はいはいはい、バンカルミックスモダン。待って、激アツすぎるこれ。やっぱ7人同じ街に集まるみたいな感じですよね、これ。いや、でえぐいえぐいえぐい。あー、これ絶対、これ7人の新曲だ。これ昨日動画でもお伝えしたんですけど、伏線貼られてたんですよね。7人でなんか会話しているやつが任天堂マガジンに載ってて、多分7人の新曲ができたんですよ、これ。えぐっ、えぐいなぁ。で、お題が過去、現在、未来と、こちらもなんと私前にアンケート取っちゃいましてもしね、ファイナルフェスが過去、現在、未来だったら皆さんどれにしますっていうアンケートを取ったんですよね。ちょっとそこについても後でお話ししていきましょう。お題は、大切なのは過去、現在、未来。歩んできた日々、目の前にある今、広がる無限の可能性、どれも大切だが決めねばならぬ時もある。選択は君たちの手に委ねられた。ということで、おそらく今回のこのフェスの決着で、スプラトゥーン4の題材といいますか、まあ、テーマが決まるということで、非常に大事な投票となっております。グランドフェスティバルでは3つの勢力それぞれにサポーターがつく。過去チームは塩カラーズ、現在チームはテンタクルズ、未来チームはスリミ連合が盛り上げていくぞっていう形になりましたので、一応塩カラーズ対テンタクルズ対スリミ連合みたいな構図にはなっているんですけども、まあ、あくまでね、ユニットで比べるんじゃなくて、お題で現在過去未来というお題で決めていただければなと思います。ただこのサポーターについている以上、過去チームが勝った場合は塩カラーズがね、スプラトゥーン4でメインというか、まあ、原点回帰みたいな感じでストーリーが展開されるかもしれませんし、現在チームが勝ったらテンタクルズが中心のストーリーになるかもしれないし、未来チームが勝った場合はスリミ連合みたいな感じで、勝ったチームのサポーターがスプラトゥーン4で大活躍する可能性もありますので、まあ、ユニットで選んでもいいかなとは思うんですけども、一応ですね、僕が3週間前にアンケートを取ったところ、過去がね一番人気なんですよね、 66% で、現在が意外とね人気がないというか、まあ 16% で少数だったんですよね。まあ現在と未来がほぼ一緒なんですけど、まあこの時はね、別にサポーターが決まってないわけですから、塩カラーズが一番人気というわけではないんですけども、お題だけで見たら過去が一番人気っぽいので、まあ投票率どうなるかっていうのがね、非常に楽しみです。で、一つね、注目していただきたいんですけども、このね、お題の背景、今まではさ、単色一色で塗られていたのが、なんかこのさ、ケバインクみたいなさ、ちょっとね、ぐにゅぐにゅっとした感じのインクになっているので、ここに来て我々がケバインクみたいなインクをね、フェスで使えるのかもしれませんね。さらに続報です。グランドフェスティバルに合わせて、塩カラーズとテンタクルズのアミーボが新登場！9月5日木曜日に発売予定だ。これまでのアミーボ同様、皆さんのサポーターになってくれたり、一緒に記念撮影ができたり、特別なギアが新たにもらえるぞ。続報をお待ちいただきたい。ということで、アオリオルタナとホタルオルタナ、姫サイドオーダーとイーダサイドオーダーのアミーボが新しく出ます。
で、こちらすでにマイニンテンドーストアで予約ができるんですけども、今回は単体での発売はなさそうで、セット売りしかないんですよね。なので、塩辛ズセットとテンタクルズセットの2つしかないので、アゴリちゃん推しだからアゴリちゃんだけ欲しいみたいな買い方ができません。なので、まあそういう場合は、セットで買って、いらない方は、メルカリとかで出品してください。で、今はね、マイニンテンドーストアでしか予約開始していないんですけども、そのうちね、アマゾンとか楽天とかでも予約販売開始すると思いますので、まあそこまで予約は焦らなくていいのかなと思っています。で、プラスアルファ、グランドフェスティバルに先駆けて3勢力のフェスティがマイニンテンドーストアに登場。プラチナポイントで交換できるリストバンドも本日から予約を開始しているぞ。こちらもぜひチェックしてほしい。ということで、なんとね、グランドフェスティバルのグッズまでね、登場していますということで、今回はプラチナポイントで交換できるね、リストバンドもあるんですけど、シンプルにね、お金で買うフェス T シャツも売ってますと。過去、現在、未来の3種類売っていますので、気になる方はぜひ購入してみてください。これはおそらくね、マイニンテンドーストアでしか取り扱いがないと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。いやいや、まさかまさかの今かーいみたいなで、しかもね、 PV 見た感じ、やっぱ荒野荒れ地での開催というわけで、まあ多分なんですけど、ビッグランが同時に起こって、でビッグランで3つの街、ハイカラシティ、ハイカラスクエア、バンカラ街が鮭に襲われちゃって、それで別の街に逃げて、で、そこでフェスをやってるみたいな感じなんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあでも映像見た感じなんかもう派手だからさ、ステージが。シンプルに、この3ユニットが7人で話し合って、今度一緒にみんなでフェスやろうよみたいな、一緒に新曲作って一緒に歌おうよみたいな感じで、広い場所がね、荒れ地しかないから、そこでステージ立てて、一緒にライブしようぜみたいな勢いで今回やってるのかもしれないですね。まあ、ただ見た感じね、新しいホームタウン、4つ目のホームタウンがね、実装されそうな感じなので、それが熱いですよね。で、4つ目のホームタウンで行われるグランドフェスがスプラトゥーン4につながるというわけで、4-4でね、綺麗につながりますので、そこもいいかなと思います。いや、めちゃめちゃ楽しみなんですけども、一つだけ懸念って言っていいですか。このタイミングでグランドフェスの情報が出てしまったということは、8月中旬の新情報がもしかしたらない可能性があって9月以降のね、第2のマイナーチェンジ武器とか、その辺の新情報がないまま、グランドフェスを迎えて、スプラトゥーン3はアップデートが終了する未来もね、ちょっと見えてきそうだなということで、ちょっとね、雲行きが怪しかったりもするんですけども、まあ、そこはね、今後の続報に期待したいと思います。まあ、もしかしたらそのね、8月中旬に発表しちゃうと、そのアミーボの予約の関係とかね、いろいろあって間に合わないから今発表したっていう可能性もありますし、8月中旬の新情報でグランドフェスのね、さらなる続報が来るかもしれませんし、そこはちょっとなんとも言いません。でもとにかくスプラトゥーン3まだ盛り上がりを残しています。そこを楽しみに皆さん、この夏乗り切っていきましょう。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。チャンネル登録よろしくね。